はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今回もミスター M さんのガチンコマッチクラブの動画ね、届けられてきましたけども、皆さんご覧になりましたかね。動画概要欄から見ることができますんで、ぜひご参加ください。今回もね、スカルマッチョですか、スカルクラッシャーっていうやつですね、紹介してくださいましたけども、その動画の内容は本当いつも素晴らしいと思うんですよ。で、私が今回お話したいのは、日々ね、工夫をしているこのミスター M さんについてのことなんですよ。どんな工夫があるかというと、例えばね、英語で検索にもかかるようにタイトルにきちんとね、英語の、なんですかね、キーワードを入れてるんですよね。まあ、そうすると英語のコメントとか入ってくるんですよ。で、英語のコメントが入るってことは、英語圏の方がミスター M さんの動画を、このね、世の中に無数にあふれる動画の中でチョイスしたってことなんですよね。だから、これが可能性を広げてるってことになるんですよ。確かにチャンネル登録の人数ね、そんなに爆発的に多くはないですけども、ただ増えてますよね。そして大事なのは、このチャンネル登録者数が多いからとか、再生回数が多いからっていうのに、数にね、追いまくられてやってないってことなんですよ。やっぱりきちんと自分のこのガチンコマッチクラブですかという風なね、テーマに沿って淡々とやってるんですよね。この継続こそが大事なんですよ。この継続がファンを増やした時にものすごく力になるんですよね。で、継続できない方が仮にファンを増やしたからといって、ファンの方がね、飽きちゃうんですよ。この人全然更新しないやって感じ で、せっかく来てくれた方に対して、商品ありませんとかサービスができませんって言ってるようなことになっちゃいますんで、基本的にはね、再生回数とかチャンネル登録の数ではなくて、きちんと自分に向き合っていくことができるかなと、自分のテーマを貫くことができるかなってことなんですよ。で、 YouTube ね、私の速稼塾の中でも YouTube の世界に入ってくる方結構いらっしゃいますけども、続けてる方ってこのミスター M さんぐらいなんじゃないですか、このペースでやってる方。他にもね、昨日あやさちゃんっていうのがね、チャンネル登録1000人を3ヶ月ぐらいで突破してね、生活保護チャンネルっていうのやってくれましたけども、それから塾生さんじゃないですけど、花谷龍馬さんとかね、この方も私がね、一気に1000人いくんじゃないかなっていうふうにして、200人いってない頃からマークしたんですけども、現在はですね、もう人気 YouTuber として、きちんとチャンネル登録1000人も超えてですね、それでもう生計を立てているような形になってますよね。で、そうくると、そのあやさちゃんとかね、龍馬さんっていうの、他にもいっぱいそれよりも前から始めてた方がたくさんいるのに、どうしたのかなと思います。基本的には自分のテーマ、ね、ガチンコマッチクラブもあり、生活保護もあり、それからメルカリ転売もあり、その自分のね、信じてるテーマできちんと貫いていけるかなってことなんですよ。やっぱりね、作業量がこなせない方ってその道のプロになれないですからね。そういう意味で言うと、ミスター M さんはこうね、中年でもできる筋トレみたいなのね、本当にたくさんご存知だなっていうのと、その動画の本数がね、やっぱこう あるなって感じです。今回ね、私の見た動画っていうのは7回視聴なんですけども、コメントがね、4件のコメントって書いてますよね。まあ、返信もあるんで実質的には2人なんですけども、ここで言えるのは、7回再生のうち2人のコメントだから、コメント率が高いわけですよ。だから数百回再生されていてもコメントがない方とかいると思うんですよね。再生回数50だけどもノーコメントみたいな、そういうのを考えると、非常にですね、ミスター M さんっていうのは人をね、魅了する力があるんではないかなと思います。その根底にあるのは、きちんと自分の世界観を継続して発信していくってことではないかなと思うんですよね。これからも頑張ってください。それでは ありがとうございます。